議会機能不全が根本的な問題かととと推測しますということで選挙しかないかなというふうに考えています特にあの市政クラブがですねあの、政治家に寝返ったんじゃないかというのは、明らかに学力の違いによるものを、認識の違いなどと逃げてないでということなんですけども、えー、っと、学力の違いと次の市議会選挙は出馬されますかというチャット欄。 えっとですね。まあ、議会頼よりの件という、まあ、ああ、件なんで、まあそうですね。議会機能不全が根本的な問題かと推測しますということで、島根市長応援派からの批判にさらされているようですが、議会機能の改善は共通目標かと思います。はい。で、そのための作戦は持っておられるのでしょうかということなんですけど、まあこれはもう、あの、以前にもちょっと話はしましたけど、選挙しかないかなというふうに考えています。 うん。これまで、まあいろいろと提案ごとしてますけれども、えー、やっぱり数の力で、前に進まないですね。そうですね。うん、はい。はい。まあこれ、これと同じような話で、その選挙で共にしてくれる候補者の方はおられますかという、えー 質問もあったんですけども、一応、まあ、何名かはね、ちょっとまあ、そういったところに興味があるというか、出ようと前向きに考えている仲間は、何名かおります。ただ、まあ、そこはさすがに全部は <laughs> 言えないので、この辺で勘弁していただけたらなという感じですね。はい。はい。はい。次は、田辺議員へのご質問、ご意見等々ありますが、どこまで行きますかまあ、あの、ダブル選挙の件、 もっと追求してください。追求っていうのがちょっと、追求、追求っていう感じなんですけど、これは僕はまだ諦めてませんので、これからちょっとまあ市民の声をですね、えーまあ、はっきりわかる形でちょっとアンケートとかしていこうかなと思ってます。で、えーはい、まだ、はい、これから進めるつもりです。はい。はい。 市政クラブのお二人が執行部の政策に賛成した案件はどんなものがありましたかということなんですけども、えっと、ほとんど賛成してます。<laughs> なので、でね、反対したのが3つ、4つぐらいですか。そうですね。えねえー、議員手数半減はやりすぎだろうと。そうですね。議員手数減らすべきだと思ってますし、えー、そういう提案を全員協議会等々でも行っておりますが、 半分になってしまうとですね、8人、うん、委員会2つに分かれると4人ずつ、委員長が1人で、委員が3名ということになるので、そうすると2人で可決されちゃうんですよね。そうですね。それはかなり危険ですね,よね。危険だなと思ってますので、はい、まあせめて6人で委員会やって、 委員長一人3対2とか、それぐらいまでかなというのが、まあ今思ってるところですね。うそうですね。あと、まあ今回の選決と、はい。にあったっけな認定子ども園の結構、ね、最初の時ですね。まあ2回目は賛成しましたね。えー、そうですね。あれぐらいかな。あとは、 えっと、田辺さんあれですね。副あ、僕はそうですね。副市長副市長定数。うん。削減の時賛成しましたね。うん、あれぐらいか。うん、あと、あれですね。えっ、ー、と、教育委員会定数も。違ったっけ教育委員会定数。あ数あ、ありましたね。6人から5人にする。いや、えー、あれ反対しましたっけあ<ー>あ、そうか。あれはしてないか。すいません。そうですね。うんうん、それ以外は、無印も副市長も賛成してますし。ですね。えー あの、消防の、ね、ああ、そうですね。うん、消防団員の報酬の件も賛成してますし。うんすね、ええ。ほとんど賛成してると思います。すね。まあ、議案、議案の多くは賛成してますから、という感じですね。そうですね。はい。はい。はい。あとは、まあ、そうですね。そうですね。コメントって感じ、質問というよりコメントって感じですね。そうですね。はい <で>はい、特にあの、市政クラブがですね、あの、政治家に寝返ったんじゃないかというような、あの、ことをよくわ <laughs> <え>ってます。あはい、いや、いや、そんなことは <laughs> えー、なくですね。えーえー、ただまあ、市長に対しても、やっぱりぜぜひひで、対し、ね、会いしでいかないといけないなと思ってまして、うん、良いものは良いですし、良くないと思えば良くないと、いうふうに思ってます。うん、で、特に議会っていうのは、あの、 執行部をチェックする立場ですし、うん、執行部をね、あの、まあ、考え直してもらったりするときには議会しかないので、うんえー、執行部に対しては厳しくチェックしていく必要があると思っています。うん、ので、えー、重箱の隅をつつくようなという言われ方もするんですけども、それをする必要があるんだと思います。細かいとこチェックして、良、うん、くないところがあれば考え直してもらう。うんえー、もう一回さ、あの、 問題があるところを直して提案してもらう必要があると思っているので、えー、これについては、やっぱり重箱の隅をつつくようなチェックの仕方を続けていかないといけないと思っています。まあ、それが議員の仕事といいますか、議会の役割なので。そうですね,ね。これね、ちょっと余談なんですけど、あの、はい、まあ予想の町の議員さんと話をしたときに、あのー、財政説明会市長がやられたじゃないですか。あれがまあ、すごい好評だと。うんうん で、ただ、あの、あの市長がまあ出した数字ですよね。あれが本当かどうかのチェックが必要ですよねって言われたんですよ。うんうん。ああ、これが議会というか議員の仕事だよなと思って。確かにやってることはすごいし、あの数字もそうなんだろうと思うけども、まあ過去そうやって市が作った計画が本当にその通りになってるのかどうかっていうのをちゃんとチェックするのが議会の役割ですよねって言われたのが、 ちょっと、ああ、すごいな、というのが、ねうん、あったので、やっぱりまあまあそういったことが必要なんだろうと、何もチェックせずに、まあ市長のまあ言ってることを全部信じて賛成って言ってたら、まあ、それはもう議員としての役割ではないよね、っていうふうに思いますので、うん。まあ厳しいご意見もいただきますけれども、まあそういう仕事なんだと思いながらやってます。南沢議員へのご質問もありますよ。はい、そうですね。えっ、ー、と。 明らかに学力の違いによるものを認識の違いなどと逃げてないでということなんですけども、えー、っと、学力の違いは、まあ、あるんだろうと思いますし、うんえー、認識の違いもあるんだろうと思います。うん、で、えーまあ、学力が高いとか低いとかっていう話は特に意識しなくていいのかなと思っていてですね、立場の違いとか、 あ考え方の違いは当然あるだろうし、その違いがあるからこそ話し合って、えー、何を選択するかということが必要なんだろうなと思っています。ということぐらいですかね。そうですね。認識の違いって、まあ、この間の意見聴取の件かなともちょっと思ったり、まあまあ。うん。あまあでもにそ、うん、それはね、認識の違い、やっぱり人なのでいろんな方がおっておられていろんな意見があるので、 うん。そこは、それとして受け止めないとという感じはありますよね。うん。うん、そうですね。しま、確かに市長あの、切れるし、あの、弁舌もさ、スパッと言い切る。うん。ので、えー、えだからこそ、やっぱり、う、なんていうんですかね。本当なんだろうかっていう、うがった見方をしないといけないんだろうなというふうに思ってます。うん。そうですね。ええー。はい。はい。 あとは、どうでしょうかね。どれですかね。じゃあ、その他のところでね。はい。質問取り上げたいと思いますえ。全員協議会での意見聴取は無理でも、個々の議員や会派で意見聴取はできないのですかこれは、できますね。できますね。意見聴取とか、まあ、はい、市長との面談とかは行ったりもしてますので。はい。はい。ですね。それが、つい先日のやつは、 公開されたということですね。ですね。で、それ以外、まあ、割とあの、え、候補飽きた方の姿勢の動きに、えー、何々議員と面談みたいなのは書,書かれてますので、見ていただいたらわか,かります,す、ね。最近は何の件かまで書いてますね。そうですね。うん。うん。まあ、そういった感じで、個別で、はい、えー、その意見交換はできます。はい。はいで、えー。で、えー、え、あとはですね。 知性刷新ネットワークは市民団体なのか政治団体なのか。お二人の所管を。どうなんだろう。少なくとも市民団体であり、政治団体なのか、まあ、目的が、あの、政治団体となると何か、こう、政党、うん。なり、政治グループの勢力拡大を目的としている。あるいは、 特定の候補の当選、あるいは特定の候補の落選を目的としているものが政治団体なんだろうなと思う。うただ、政治団体かどうかっていうのは、党、正規の場合は登録が必要ですよね。ですね,、はい、ね。県の選挙管理委員会に届け出る必要があるので、<ー>その視点で言うと、届け出はされてないだろうと。うですね。だからまあ正式な政治団体ではないということにはなります、ね。そうですね。 ただまあ、特定の候補者なり、候選の職にあるものの当選落選を望んでいる、そういう意図は見受けられます。うん、そうですね。政治活動をしている市民団体っていうカテゴリーですか、だったら。<laughs> <laughs> <laughs> そうですね。<laughs> そうですね。まあ、えーうん、微妙なところかなとは思いますけれども。うん そうですね。まあ、所感としては、そういう感じですね。そういう感じですね。うん、はい。あ、はい、とは、どうですかね。ええー、市政クラブとして、市の財政健全化のために廃止すべきと考える事業はありますか例えば、議員提訴削減や効率化廃止など。えっと、議員提訴削減は考えてますね。そうですね。うん。はい。 法律高校の廃止は、これも県の所管なので、でね、えー、っと、我々で議論するような案件ではないというのが、まあ、正直ですけれどなところですけども。はいは。そうですね。個人的には生活支援員の見直しなんかは必要かもしれないなと思っています。ああ、なるで、これをちょっと一般質問したいなというふうに思ってると思、ね、うんです ああそうですね。あのー、僕の間違いについては、一応あの、訂正の申し出はしてますが、その、その後の対応っていうのはもう、それは議会運営委員会で決められるので、僕の手ではどうしようもないです。うん。なので、うん、えー、もしかしたらそれが認められないかもしれませんし、認められるかもしれないし、え、それがじゃあどういう形になるかっていうのも全部そこは機運で決まるので、えー、僕としてはもう、どうしようもない。手が出せないところに行ってます。 熊高議員も含めて3人でやってくださいという、ね。これはあの、ちょっと熊高さんともちょっと話をして、ぜひやりたいですねっていう話はしてますので。ええ、そうですね。あと、まあね、他の議員さんも交えてできたらいいなという,ふうな感じでおりますので、うん、なんとかね、えー、そういったこともこやってみたいなというふうに思ってます。そうですね。ええ、まず2人でやってみましょうということで、今日の場に設されてます。ですね、でまあ、熊高さんもね、結構乗り気でいてくださってるので、うんえー、実現したいなと思います。えっと、次の市議会選挙は出馬されますかという。 チャット欄。そのつもりで言います。えー、っと、特に、あの、議会で、これから改善していかなきゃいけない点っていうのが多数見受けられています。ここをしっかりと直していってですね、えー、市民の皆さんの意見がちゃんと、市政に反映されるような形にしていかなければいけないなというふうに思ってますので、えー、そのためにも、例えば、地域懇談会のやり方を改めるとかですね、広報なり、えー、ホームページの あり方とかですね。えー、あと、全員協議会の議事録乗せるとか、そういったところも、まあ、できることたくさんあるなというふうに思ってますので、えー、そういったところを変えていくためにも、ある程度、自分たちの意見が、通るような体制を、作りたいなというふうに思ってます。そうですね。まあ、あの、今ね、こうやって、次の候補者とか、新しく出てくれる人って、 たちとまあ連携というかまあ探したりして話をしたりしている中で、えっ、ー、と、出ませんっていうわけにはいかないので、ええー、あの、まあ議会を変えるうっていくためにもやはりそういった人たちの力が必要だなと思ってそういう声かけをしているので、ええー、まあ通るかどうかはわかんないですけれども、うん、お一応、あの、出ようかなというふうに考えてます。はい。はい。ね、今回あの、 三好市がですね、三好市議会がの、マニフェスト研究会の議会改革度ランキングが62位というね、広島県で一番いいっていうふうな評価を、隣町が受けてるので、そういったところをぜひ見習ってですね、秋田方氏もしっかり議会改革できるように今後取り組みたいなと。ただ今のままだとそこはもう進まない。ずっと言ってきたけど進まないので、次の期にそこがちゃんと進められて、せめてその300以内にはね、 入れるような議会にしていきたいなというふうにあ思っています。そうですね。うん、はい。はい。ね。あの、福山市も今日、投開票ですけど、ね、54人でしたかね、立候補されてる方。ですね。ね。すごいですね。大変、あの、賑やか、賑やかというかですね、たくさんの方が定数に対して立候補されてるので。うん ね、それに近い状態に飽きた形がなるといいですよね。そうですね。はい。今回知ってる人が出てるので、すごく気にはなってるんですけれども。うんうん,うんそうですね。で、また今日から三好の選挙になりましたしね。ね。始まりましたね。はい。ま,まず選択できるっていうことは大事ですよね。ですね。いや、ね、本当大事です。はい。住民の方が選べるという状況を作らないといけないなというふうに考えてます。そうですね。はい。はい。ここは。なんか言っときたいことありますか そうですね。えー、まあ、議員定数多いわということで16が多い。海藻さん、どれくらいが適当だと思われてますかうん、微妙だな。<laughs> 難しいな。適当かと言われると難しいんですけど、僕はでも12もありなんかなとは思ってます。うん,うん。ただいきなり4減らすってなると難しいかもしれないので、まあ、実際14で、 だと、なところになるのかなっていう。ただ、まあ、議論をしないといけないので、本当にじゃあ14にして議会機能がちゃんとなるのか、もう調査した上で、その議論をして、もしかしたら人定数増やした方が議会機能としては、あ発揮されて、まあ、いろんな執行部の無断のチェックとかができて、もっと大きな削減ができるよっていうようなこともあり得るので、うん。だから、ま、定数を減らした方がいいとは思ってますけれども、ちゃんとそこの議論と調査はすべきだなというふうに思ってます。 そうですね。まあ、これから、あの、アンケートを取ってみましょうね。そうですね。はい。はい。個人的に僕は12ぐらいかなと思っています。はい。はい。まあ、それも調査を経てまた変わるかもしれません。そうですね。はい、はい。ですね。はい。<laughs> じゃあまた、あの、熊高さん、熊高議員だったり、他の議員さんにも声かけて、こういった機会を作れればなというふうに思います。はい。はい。引き続きご視聴いただければなと思います。 はい、今日はお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。した失礼します。